はい、皆さんこんにちは、島田祐介です。今回はですね、稼げる司法書士と稼げない司法書士の違いについてお話をしていきたいと思います。独立したんだけど、まあ、ちょっとうまく稼げてないっていう方のためにですね、まあ、仕事がうまくいってないという悩みというのは多分抱えている方はいらっしゃると思います。で、まあ、たくさんの司法書士と僕はこうお話してきましたし、まあ、僕自身も司法事務所の経営をしていく中で、こういうふうにやったら多分解決できるんじゃないかなっていうのを、ちょっとヒントになればいいかなと思って今日はお話をしていきたいなと思います。まあ、実はこう稼げる人からすると当たり前になっていることってあるんですけど、まあ、ぜひ皆さんもちょっと参考にしてみてくださいということで、どうぞ。ということで、まあ、稼げる司法書士と稼げない司法書士の決定的な違いっていうところなんですけど、僕3つあるかなと思ってて、まず1つ目は先行投資をしてるかどうか。そして2つ目がマーケット選びですね。マーケット選び。そして3つ目が、コミュニケーション能力というところで、まあ、この3つが結構僕の中ではものすごく経営をしていく中で重要じゃないかなというふうには思ってます。で、まあ、そもそも稼げるという定義なんですけど、稼げる人って需要が高い人っていうのを指します。司法書士が10人ぐらいとしたら、その10人の中からあなたじゃないとダメですっていう風に選ばれたい、私はこの人に頼みたい、私はこの人に頼みたいっていわゆるこう需要が高くなる人ほど必然的に稼げるということになるんですけど、忙しい人ほど稼げるし、稼げる人ほどどんどん忙しくなるっていう、まあ、どっちが先かって話はあるんですが、需要を高めていくっていうのはすごく大事なポイントにはなってくるんですけど、じゃあどうやって需要を高めていくかっていうのを、お話をしていくと、さっきの3つのポイントになってくるので、それぞれどういう具体的な行動をしていくかっていうのをお話をしていきます。でですね、まず先行投資なんですけど、稼げる人たちって司法書士事務所の経営に関わらずなんですけど、必ず先行投資をしてます。リスクを取ってリターンを取りに行くっていう意味なんですけど、お金を出してそれを倍に増やす、まあ、でもその代わりなんかリスクがあるよっていうものなんですけど、投資とかでも一緒なんですよ。株やったらその株価がゼロになるかもしれない、でもうまくいけば倍になるかもしれない。まさにこれと一緒で、司法事務所の場合、どこに先行投資をするかっていうと、大きく分けると2つです。広告と人材なんですよね。広告って何かっていうと、多分いろんな広告があります。私の事務所はここにありますよ。こういうサービス扱ってますよっていう宣伝をしていくってやり方ですね。広告費をどこまで使うかとか、ためらう方って結構多いんですよ。ホームページ作るのさえためらったりとか、リスティング SEO とか広告費をかけてまでなんか集客はうまくいかないんじゃないかみたいな、ある程度リスクを取っていかないと集客には結びついていかないっていうのはありますよね。でもちろんこうウェブマーケティングじゃなくてもいいんですよ。自分の宣伝費って、例えば、法人向けのチラシを作る、これもいわゆる先行投資の一つですね。自分はこういうサービスやってますっていう広告を打つっていうことなんで、なのでそれに向けてチラシを作るっていう宣伝をやるとか、まあ、中でも別に無料のやつもあるじゃないですか。 Facebook だったりとか Twitter とか、まあ、そういうので戦略を立てていくっていうのも一つ戦略としてはありかなと思いますけど、まず先行投資をするって大事です。そして二つ目が人材ですね。例えば自分が営業タイプなのか実務家タイプなのか、これによって変わってくるんです。僕はどちらかというと、自分が営業して発注を受けていくタイプだったので、その分、実務やってもらう人を採用しないといけないとか、それを手伝ってくれるパラリーガルさんを採用しないといけないというところで、割とこう積極的に最初からですね、人の部分は投資をしてきたので、採用のところ、そして、今度人が増えていくと、育てていかないといけないので、育成をどうやってやるかってあるんですよね。定期的に依頼してますけど、あとはもう外部の講師と一緒にコンサル入ってもらって人事効果制度作ったりとか、一緒に教育プログラム作ったりみたいなのはやったりします。まあ、でもこっちに関しては正直10人いたらやっぱり10人のやり方があるんですよ。当てはまるのがなかなかないんですよね。結構試行錯誤しながら、こういうマネジメントがいいんじゃないかみたいなのはもう本当に手探りで、いや組織が大きくなるにつれてやってきてあるんですけど、やっぱり採用のところはもう本当に昔から積極的にやってきたなというのが印象です。稼げる人特徴2として、マーケット選びっていうのがあります。いわゆるレッドオーシャンっていう言葉があるんですよ。競争が激しいところで自分が戦っても疲弊するだけなんですよね。全然こう競争相手がいないところを見つけてしまえば、いわゆるブルーオーシャンって言われてます。まだ青い海ですよね。そういうところで戦えたら一番いいんですよ。需要と供給のバランスで、供給する人が少ないので、でも需要は多いってことは、必然的に供給側が価格を選んだりとか高くせざるを得なくなってくるんで、マーケットを見つけられるのが一番ベストです。極論言うと、この分野だけは僕しかできないっていうのを見つければ正直最強なんですよね。で、レッドオーシャンの中で行くんだったら、もうそれも戦略の一つです。その代わりめちゃくちゃ競争が激しいので、その競争相手がいっぱいいる中でどうやって差別化をするかっていうところに
意識を持っていかないといけないです。で、例えば前者の場合だと、僕は結構民事信託とかは、もう今でこそちょっと劣等者だし、トレンドから外れてますけど、2015年とかですね、最初の頃本当に、信託法が改正されて、ようやくこう実務としても使えるんじゃないか、みたいな頃に他の事務所ってやってなかったんですよ。で、それを、うち僕勉強して、いろんな先生の話聞いて、これがこういう風にやったら使えるんじゃないかっていうので、積極的にやってった結果、当時は結構民事信託といえば、この事務所に相談しようみたいので、他の小事務所から、うちにですね、信託の相談来たりとか、金融機関からとか税理士さんからとか来たので、このサービスといえば、この事務所みたいなブランディングができると、かなりベストかなというふうに思います。で、その後はもう僕はどっちかというと、また劣等者の方で、登記とか、債務整理とかで、戦い出したので、で、ただね、なんでそっち行ったかというと、いい意味で標準化しやすいんですよ。信託とかってもうずっと僕がやんないといけなかったので、正直リソースが足りなかったんですね。でも、登記とかってある程度、正直こう、マニュアル化して、いろんな人に教えるっていうので、こうやればこうなるよっていう、本当に標準化しやすかったので、回しやすかったんですよね。で、債務整理も全く一緒です。そういう意味では、僕のリソースをそこに注がなくても、ちゃんと決められた KPI を達成してるか、みたいなのを、追っていくときちんと業績は安定してくるので、そういう意味では今そっちを、戦ってるっていうような感じです。そして最後に、コミュニケーション力なんですけど、僕たちはやっぱり人対人なんですよ。で、本当にこういろんな司法書士面接とかやってて思うのは、話すのが苦手な人とか会話のキャッチボール苦手な人ってめちゃくちゃ多いんですよね。聞かれたことに対してそのまま答えるだけなのか、そのケースだとこうですけど、こういう場合だったらこうなりますよ、具体的にはこういう解決策どうですかとか、共感して提案に持っていくとかですね、まあ、なんか本当そういうのができるかできないかっていうのは本当に大きな差です。特に企業法務とか民事信託とかやりたい人とかは、やっぱそういうコミュニケーション特に大事だし、まあ、登記においても不動産会社さんとのやり取りだったりとか、依頼者さん、金融機関さんって本当にいろんなステークホルダーさんとの、調整が必要になってくるので、本当に受験生の方も今からコミュニケーションのところは磨いといて損はないかな。で、今多分コミュニケーションっていろんな取り方があるじゃないですか。学ぼうってことは YouTube でも学べると思うんですね。なのでそういうのをちょっとやっていくだけでも、自分が営業行った時に話し方が変わったりとか、この先生ちょっと任してみようかなと思われたら勝ちだなと思うんですよ。ということで、まあ、今3つ具体的な行動も含めてちょっとお伝えをさせていただきましたので、まあ、稼げる司法書士と稼げない司法書士の特徴ということで、ご紹介をさせていただきました。難しい試験なんですよ。試験受かって司法書士になったんであれば稼いでください。稼ぐためには選ばれる司法書士になる必要があります。で、そうすると必然的に、あの人にお願いしたいってなってくれば、社会に与える影響も大きくなって必然的に年収とかも上がっていくので、稼げるっていうとちょっと悪いかもしれないけど、別に悪いことじゃないんですよ。本当にそれだけ社会に価値を提供しているっていうことなので、自信を持って、司法書士の仕事を頑張っていただければと思います。ということで、YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。また会いましょう。